こんにちは、上田夏子です。爽やか伊藤悟です。よろしくお願いいたします。この番組は阪神地域に住む私たちが街の魅力を発信しています。はい、さあ今回は御影に来ております。御影にやってきました。阪神の御影って初めて来るんですけど、はい、新しいですね。御影の名前、はい、どうやってなんで御影っていうか知ってます？へー、なんでしょう、由来わかんないです。その昔ですね、偉い皇后さんがいまして、その人の名前はですね、出てきましたね、神宮皇后という、ね、皇后、女性の皇后さんなんですけど、はい、その方がこの駅のすぐ近くに沢の井っていう泉が湧いてて、はい、そこに自分の姿、はい、見姿を映して化粧したらしいです。で、見姿を映す影という御影。美しい由来があるんですね。ねえ、ねえ、いやすごい、まあ、御影の由来が分かったところで、はい、今回は御影からお届けします。2人が訪れているのは御影。山の手は関西屈指の高級住宅街、海の手は日本一の酒どころとして酒蔵が立ち並んでいます。さあ、はい、ここはですね、うん、バレンタイン広場っていうらしいですね。あ、こちらですか。この神戸市は日本におけるバレンタインの発祥の地ということで、ここがまさにロマンチックな広場ですね。いいです ね、 いいですね。なんかカップルもいろいろね、いらっしゃるでしょうね、はい、さあそれでは伊藤オーナー参りましょう。地域に新しくお目見えしたお店を紹介するニューオープンのコーナーです。リカルドプリーズ。紹介、 JR 六甲道駅すぐにあるクローバーカレーは駅近で気軽に立ち寄れるとあって、オープン以来早くも地域の人に愛されているお店。いろんな人に愛される食べやすいカレーをというオーナーシェフの思いからできた欧風カレー。食べた瞬間に広がる野菜と果物の甘み、また加熱するタイミングが大事というスパイスが後からピリッと効いてくるのが特徴です。辛さや豊富なトッピングで味の調整も可能。今回リカルド君がいただくのは愛がけカレー。さてお味はいかが？はい、すいませんでした。はい、ありがとうございます。いただきます。キャッツの味のカレーが楽しめるっていう感じがいいですね。キーマの辛さとプレーンの甘みが混ざり合ってめっちゃいい感じですね。じゃあちょっとキーマだけ食べてみたいと思います。結構濃いですね。辛さも1から5段階まで選べるみたいで、結構辛いのが好きな人もいろんな楽しみ方できるんじゃないですか。じゃあ次はプレーンだけでもいただいてみます。なんて言いますかね、甘みがあるっていうか結構フルーティーな感じがしてパクパク食べれちゃう感じがしますね。これ癖になるんじゃないですかね。めっちゃ美味しいです。いや、やっぱり美味しそうでした ね、 ね、 そうですね。いや、でもそれもそうなんですけど、はい、リカルド君の最近の服装気になりません？前回かな、あの、はい、虎の T シャツ着てピチピチの、はい、似合ってましたけど、なんか最近痩せたのかな。あんな T シャツ着るのって大阪のおばちゃんかリカルド君ぐらいしかいないような気がするんですけど。ちょっと恋してんじゃないの、リカルド。なんか痩せて悩んでんじゃないの。大丈夫大丈夫
今回なんですけれども、ね、はいはい、この番組で今まで紹介したことがない車屋さんです。いいですね、僕車大好きなんですよ、はい、日本全体いっぱい車さんありますもんね。そうなんです、ショールームとかあるんですけど、はい、今日はこちらに行きたいと思います。トヨペットさん、はい、私もよく行ってるトヨペットさん、車好きなんでね、テンション上がりますよね。テンション上がりますね。2人が訪れるのは神戸トヨペット御影、人気のハイブリッドカーからスポーツカーまで数多くの車種を扱うお店です。いや、おお、広いです。あ、こんにちは、よろしくお願いします。うわ、すごいずらっと並んで、ね、かっこいい、なんかちょっと姿が素敵ですけれども、ね、はい、広い店内で、それでガラス張りのすごく開放感のあるお店ですね。そうなんですよ、はい、はい、今日はちょっといろいろとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、まず自己紹介、はい、簡単にお願いいたします。店長をさせていただいております佐々木と申します。お願いします。よろしくお願いします。はい、新車営業スタッフの長松と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。鎌田真紀子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。こんなにたくさん車が置いてるお店はないですよね。そうですね、なかなかちょっとないですね。へ、はい、今おすすめの車などありますか？まあ、特にやっぱりプリウスだとか。あ、プリウス、はい、プリウスもそうなんですね。アルファードだとか。あ、はい、プリウスはね、私も愛用してるんですけれども他になんかこのお店ならではの特徴ってありますか？そうですね、特に、まあ、今展示させていただいてるんですけど、はい、86という車なんですけどね、はい、神戸トヨペットでエリア86という、まあ、展示をさせていただいてますので、まあ、その車にちなんだ、まあ、改造されたレース車両とかもちょっと展示はさせていただいてるんです。じゃあもう早速ね、はい、ちょっと紹介していただきたいんですけれども、ここからはご案内は、ね、はい、私がさせていただきます。新車営業担当ということで、はい、長松さん、長松さん、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速車ご紹介いただけますか？はい、うん、はい、まずはやはりこうね、うん、代名詞といえるプリウス、やっぱプリウスは人気ありますか？そうですね、もうトヨタを代表する車種ということで、はい、はい、上田さんも乗ってらっしゃるんですよね。はい、中をぜひ見ていただきたい、はい、G グレードというちょっと上級なグレードになるので、はい、かなり上級です、こちらは、はい、今のプリウスいろいろこう多様化してきて、内装のお色であったり、はい、それからまあシートの質感であったりっていうのが、もうお客様に合わせて自分好みのプリウスにできるっていうのが今ちょっと強みになってきてる部分ではあります、ね、やっぱり一番は燃費ですか？そうですね、燃費でお選びになられる方っていうのは多いですね。やっぱりそうですね、はい、でもこのプリウスに乗るともう次もまたプリウス乗りたいってなるぐらい魅力的な車ですね。そうですね、入り口のところに外にね、はい、ハリーあるでしょ。そうです、はい、ハリー新しくなったんですよね、はい、3代目出たんですよね。3代目です、はい、ちょっと行きましょう。乗ってみたハリアー、ハリアー、いつかはハリアーですよ本当にハリアー、いや来ましたよ、ハリアーですよ、はい、ね、3代目ハリアー、はい、これ顔見てください、はい、やっぱハリアーの縦じま入ってますね。そうですね、はい、ね、いや2代目のハリアーは売れまくったんじゃないですか？はい、おかげさまで、はい、ずっと中古市場でも全然値段落ちなかったんですよ。それだけ人気があって10年間ですよ、モデルチェンジしなくて。10年すごいですね、やっとね、はい、今回本当にファンの中では待望の新型車になりますので、私も2代目のハリアーがすごい好きで、はい、ですよね、はい、もうこのハリアーが好きでこの会社を選んだと。おー、やっぱそうですか。モテ車ですから。モテ車ですよね、はい、話し合いますね、ぜひ、はい、すごいテンション上がってました。なんかぜひ、はい、行きましょう。うわー、かっこいいな。高い、もう伊藤さん乗ってください。高級感、うわうわ、見てください、この内装。え、ステッチ入ってるじゃないですか。はい、こういうステッチだとか入ってる、この流線型の流れのインテリアパネルだとかっていうのはもう本当にこだわりを持って時間をかけて作ったお車です。これちょっとでも長野さん、静岡さんでしょ。はい、これ試乗できるんですか？もちろんでございます。させてください、試乗。あ、ぜひぜひ乗ってください、はい、ねえ、はい、やった試乗できる。乗り場所、乗り場所、なんか置いてかれてる感あるんですけど乗りますちょっといいよね、ちょっとエンジンかけてみたいと思いますスマートキーですもんね。そうですね。あ、これはあれですよね。おお、わ、本当にこれがもう本当に
振ってくれるだけでもタッチがね、スマートフォンと一緒なので、もう例えばちょっと大きくしたかったらこういう風に大きくなります。本当だ、はい、で知ってました上田さん、ですか、携帯電話持ってあるでしょ、はい、見てください、これ分かる、カメラさん分かりますかね、これここだけ充電なんですよ、はい、ここにこう携帯置くだけで充電できるようになったの、ペタって置くだけ、はい、で差し込んだりなし、なしです、この機能は本当に国産車で初めて の、はい、あのオプション装備になります。これはちょっと乗ってみたいですね、運転してみたいですね、はい、いいですか、ワクワクされましたかね、え、はい、ちょっとこう本当に乗りたいんで、はい、ちょっとこれ試乗させていただきます、いただきます、はい、行ってきます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 、どこ行ってらっしゃいませ。しっかりと加速しますし、音も静かですよね。本当ですね、はい、静かですね。ハイブリッド車乗られてると思うんですけれども、それに匹敵するぐらい静かだと思うんです。確かにスタートがね、はい、これガソリン車ですけど、どうですか助手席乗り心地。いや最高ですよこれ、ね、こんな感じでくつろいでます。あ、運転しやすい、そして馬力もある。ハリアいいですね。いいですね、分かりました。ちょっと外から の、 あのゴツゴツした雰囲気とはまた中は違って、そうですね、繊細にできてますから、はい、助手席の女性の方もあの、はい、ね、運転手の方、はい、やっぱりこうちょっと素敵だなって思っていただけるようなお車だと思う。本当ですね、デート車に最高ですね。デート車に最高です。本当ですね、本当です、はい、ちょっといつかはハリアこれね、はい、頑張って、ちょっと早めにお金貯めよう。よろしくお願いします2階上がってきました。こちらもすごく広いフロアなんですけれども、はい、まず気になるのがこちら、はい、ラクティスっていうのかね、ラクティスという車です、はい、この度マイナーチェンジが施されまして、はい、あのニューモデルになります、まあ、主にはこのヘッドライトの衣装だとか、はい、まあ、その辺が少し変わったんですけれども、本当だ、例えば女性の方だとか、はい、ちょっと運転免許を取って間もない、はい、ちょっとお車に不慣れな方だとか、あの非常に取り回しもしやすくて、なおかつ中が広いので非常に過ごしやすいお車として売り出しはさせていただいています。ラクティス、あ、すごい、結構ね天井高い、はい、はい、と箱型っぽい感じなの で、 そうです、ね、確かに横の車幅が分かりやすそうですね、はいはいはい、向こうにもいっぱいありますよ。そうですね、マーク X もありますね、今ちらっと見たらあ、これちょっとマーク X ちょっと違いますね、これ、はい、顔が、あ、またちょっと、これが G's というスポーツタイプの仕様になります。かっこいい、タイヤもちょっと、ほらほらほら、19インチの G's 専用のタイヤになりますね。おー、はい、すごい、はい、うわ、かっこいい、かっこいい、このかっこいい、なになに、ボタンも G's 専用のスタートボタンですね。スタートボタンとか、はい、なかなかこういう展示車って置いてないんですけれども、はい、当店はもういろいろご覧いただくことができますので、はい、ちょっと長野さん、僕すごいの見ちゃったんですけど、はい、これもしかしたら86じゃないですか。はい、こちらがエリア86の86じゃないですか。うわ、あの、どういうスペースなんですか。はい、こちらが当店のエリア86のブースになります。はー、86ってね、スポーツカー好きの人にはたまらない車なんですよ。ちょっといろいろお話聞きたいんですが、ちょっとかっこいい人いる、つなぎきたかっこいい人がいるよろしくお願いします。お願いします。お話をお伺いします。奥村さんですね、はい、よろしくお願いします。担当しております、はい、あの、これエリア86ということなんですけど、はい、これ実際にレースで走ってた車ですか。そうですね、あの86のワンメイクレースに参戦してますので。参戦してる車、派手な、はい、あれですけど、にぎやかな、そうですね、はい、いやなんか男のロマンって感じしません、ね、しますね奥村さんからした86の魅力って何ですか。はい、まあ、ノーマルで乗っていただいてもかなり楽しくよくできた車なんですけど、うん、まあ、あのその後で自分好みの車に味付けしていただいて、あのオンリーワンの車を作っていただければと思いますね。いや、はい、こだわりある方ぜひ86乗ってください。86です。それではこちらのコーナー参りましょう。阪神館の珠玉のスイーツコレクションをシティライフの読者モデルがテイスティングするコーナー、略してスイコレ。今回は神戸元町からご紹介、三宮神社の向かいに4月にオープンしたシャトロワ。
シャトロワとはフランス語で3匹の猫という意味。猫型のパッケージのお菓子が目を引きます。こちらはショコラドポム。蜜につけたリンゴの口どけまろやかなチョコレート。ケーキはデザイン性豊かなものが多く、とても華やか。旬の果物がふんだんに使われていて、少しお得感もありますね。そしてここにも猫ちゃんが。とっても可愛いですね。そんなシャトロワ、主力の一品はこちら、カジノ。名前の通り、カジノのルーレットをイメージしたケーキ。カジノをイメージしたロールケーキです。猫ちゃんたちがお出迎えしてくれるシャトロワ店にぜひお越しくださいませ。このリンゴパイを試食するのはシティライフ読者モデル、そしてスイーツご意見番はライターの松田紀子さん。では今日の読者モデルのお二人です。お名前をどうぞ。松本奈美です。曽根千里です。今日のスイーツは元町シャトロワのカジノです。なんか綺麗な赤ですごくピカピカした感じがいいですね。そうですね。じゃあいただきましょうか。はい、いただきます。崩れないよ。中も甘酸っぱいのに 甘いですね。やっぱりケーキなので。そうですね。後味がこう爽やかな酸味が広がるという感じですね。これロールケーキなんですよ。すごい。ロールケーキの何層にもロールされていて、ね、猫のチョコレートが乗ってますね。手作りのチョコレートです。スポンジとクリームの割合がすごくいい具合にマッチしていて本当に美味しいです。見た目にも涼やかで、たくさんのベリーが乗ってて、で猫ちゃんも可愛くて、見た目にも味も楽しめるケーキですね。華やかな赤色に猫がポイントの甘酸っぱい爽やかなケーキです。いやー、美味しそうでしたね。いやもう走りすぎてお腹空きました。でも味も美味しそうだったんですけど、はい、何よりこうデザイン性がすごくなかったですか、ね、豊かでね、はい、華やかなんで、うん、キャーってこうなりますよ ね。あの場所があれですね、サムベジのすぐ向かいにあって、うん、ね、元町って帰りにすぐ行けるからいいですね。本当帰りにね、お土産にぜひ行ってみてください。いろいろ見させていただいたんですけれども、はい、こちらトヨペットさんでは女性ならではの取り組みをされているとお伺いしたんですけれども、はい、女性のプロジェクトチームブライトウーマンというのを約4年前に発足いたしまして、地域のお客様、まあ、奥様、女性のお客様がお一人でも来店していただけるようなお店作りをしております。ブライトウーマン、はい、ね、そうなんですよ。それでこの胸元にピカッと光ってるのは、ブライトウーマンって言いますのが、うん、輝かしい女性たちっていう意味がありまして、はい、お客様と私たちメンバーも輝くという意味を込めて名付けた名前でもあるんですね。具体的にはどういった活動をされてるんですか。はい、今ま そうですね、イベントなどを主にやってきてまして、今こちらにおります御影店でちょっとこのスペースでですね、はい、ジャズコンサートも開催したこともございまして、であとはポーセラーツっていう、はい、白い陶器に、シールを転写して焼き上げるっていう発表、はい、でこういったイベントなんかもブライトウーマンクラブにご加入いただいたお客様にご案内しておりまして。そういうクラブがあるんですね。そうなんですよ。入会は女性であればどなたでも入会していただくことが可能でして、はい、で入会費、年会費は無料となっております。はい、いつでもご加入いただけまして、うん、で毎月1日から15日の平日に、はい、お店にご来店いただいて、例えば点検ですとか、あとは携帯電話
なども、お加入、ご購入いただくとポイントがつきまして、で、5ポイント貯まりましたら、カタログギフトで、グルメであったりですとか、定番のこのカタログギフト、あとは花と緑のギフト券というプレゼントさせていただいているというような形 で、まあ、こういったポイントカードと、あとは先ほどのイベントのご案内をさせていただいております、でもこういうコラボがあると気軽にこちらのお店に来られますね、そうですね、本当にこちらのブライトウーマンクラブが始まってからは、平日女性のお客様を一人で来店されるケースが増えてきております、女性同士のつながりもできていいですね。本当ですね、そうですね、はい、中には女性のお客様同士でお待ちになられて仲良くなられるケースも、あったりしますし、スタッフもお子様の相手をすることもありますので、そういったところでコミュニケーションが使っていけるかなというふうに、何より心強いのでですね、女性の方がしてくださるっていうのは、ですね、ぜひ女性のお客様にもっともっと、神戸トイペットのお店にお越しいただければなというふうに私たちは願っております。今日は、本当に楽しませていただきました。ありがとうございました。最後にお店から PR があるということで、お願いいたします。いろいろなお車をご用意しておりますので、皆様のご来店心よりお待ちしております。お待ちしております。どうもありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。今回ご紹介した神戸トヨペット御影は、国道2号線沿い東灘警察署前交差点近くにあります。今回のシティライフいかがでしたか？僕ショールームとか来たの、そうですね、7、8年ぶりなんですけど。そんなに。車ってやっぱ燃費とか形とか、そういったもので選んでしまうんですけど、確かに最近の車って安全性にもすごい気を使った、本当ですね、ね、ことが多いっていうの。モニターすごかったですね、びっくりしました。本当ですね、あとやっぱりブライトウーマンクラブ、いいですね。こういうところは車買ったり、あと車検の時しか来ないってイメージだったんですけど、イベントをいろいろ企画されてるということで、早速もう入会しました。これから行きたいと思います。ということで楽しくお伝えしてきましたが、この番組はシティライフのホームページからもご覧いただけます。ぜひアクセスしてください。次回は7月16日の更新となっております。それではまた、さよなら。さよなら。